頼んだぜ、ただの言うよ。うわー、なんか今の顔なんかイケメンに見えちゃったやば、バドの成長ぶりやばくない？即行こうとするもう行こうとしてる。まだ、これより奥を進むと他のものを倒さない限り帰還できない確率 100%。 ああ、準備よろしいですか？よし、まあ、行くの。体力回復しないと。大丈夫。イエスマスター、タタノイヒューガ。シモベファイは常にマスターと共に。マスター5分後最際までって言った。いやー、でもファイはいてくれんだよな。5分後。うわ、金木くんいる？金木くん、ねえ、どれくらい。あ、そっちかそっちだ、金派の方だ。おお、来たか。ああ、覚悟はできているようだな、人間。おお、あたぼうよ。よく見ておけ、これがお前の魔の子に映る最後の景色となる。でもいい景色。空の世界だね、この世界ね。神の一族への長き恨み、我が力を解放する喜び、自動の遅れだった。全てお前に叩きつけてやろう。ああ、背中の筋肉がもうやばいね。お前が我の前にどれほどの時立っていられるのか、少しは試せ、楽しませてくれよ。感じゃったよ。ちょっと顔がゴブリンっぽいんだよね。ね、我は今より我が支配下に、あ、世界は今より我が支配下に置かれる。間違えちゃったよ我に牙向く愚か者とも、ちょっと言えたかったよ。一族郎党みな、この大地より消し去ってくれるわ。うえぽいけど、ぽいけど、あの綺麗な景色の方が良かったぜ。おならみたいな世界だ。そしてあの万能の力、ライフォースを我が手に持つ。未来永劫魔族の支配するよ。そんなそんな世など数万年来ねえんだよ。あ、ヒュー頑張って。あの一回ガードしたくらいじゃ切るまないから気をつけて。 あの連続ガードの可能性もあるから。分かった。はいはい、あ、あ、ほら、はい、おお、いいね。あれ、なんか強いな。わあ、こういうことがあるんだね。あ、じゃあ一回回復する。そうだね。うえ、怖い。来ないで。怖い。やめてよ。怖いわ。うえ。あ、いやー、もう一回来るのね。そういうことだ。二回目もしっかり準備。はい。あ、いや、来ないね。思わせぶりな態度、それが魔王か。ああ、まあ余計切れてはないけど、余計2個減るんだよな。2個減るね。いけ、いける、俺らならいけるさ。いくなすときもなんかいい感じにこう戦ってきたからね。うえい、余計切れん。うわあ、違う違う、2回目が、2回目きつい。おお、まあなんとかなんとかなってるよ。2回目そんな綺麗にガードできない。頑張って、頑張る。お前がガードしてる。あ、これはね、あ、知ってる。あの、横に逃げるしかない。あ、わかった。あれ、あ、待って待って、変な方向見ちゃう。え、なんで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 、え、なんでなんで。いや、わかんないんだけど。わ、わかんない。できるらしいんだよ。え、何がで。あ、あ、あ、よかったよ。あ、やばい、しびれるしびれる。あ、これ、後ろに下がってる。後ろに下がった、お前。え、できるの虫網で。アキは近づいてくれない。あ、アキは来る。あ、いやね、この重要性分かったろ。分かった。虫網強え。 今実際にやるまで分からなかったけど。下がって、よしよし、オッケー。下がって、はい、オッケー。いけてる、俺らいけてる。いやいやいや、いかにも魔王と勇者って感じだ。はい、オッケー。いや、虫網だから。ファイ絶対泣いてるよ。私をもうちょい戦いに出してください。下がって、下がる、オッケー。あ、そろそろ来るよ。来た、はい、来た、いけいけ。おお、いけいけ、うい、おお、いやー、避けて避けて避けて。あー、危ない。
おぉ、はい、最後まで虫並みできるかい。いやだって確実だし。下がって、はい、おい、なかなかあのちゃんとあの連携取れてるよ今ね。今言うよ、もう今までのね、あはは階層が来た、階層が来た、うまくできなかったけどさ。こうやって虫闇を手にね、魔王と戦ってんだよ。おい来いよ、ほら来いよ。あ、なんか切ってきそうな、これ。下がってくれ。あー、油断するな、舐めちゃって、ごめんごめん。あー、来た、おー、来た、おー、いけー。あ、スケベ、いけ、せーの、おい、おい。あ、ちょっとあれだな、時間が下がってて、あ、いやあの下がって、あの、あの、回避したいからさ。あー、オッケーオッケー、来た、おい、あ、ごめん、あ、でも来た、ちょっと、行ける、行ける、オッケー、おい、来た、おっしゃ、おらー、虫闇で勝った、虫闇で勝った、ファイやったぜ、ファイ来たぜ、とどめだけ。虫闇攻撃。虫闇って絶縁体なのかな、多分。なるほどね。あ、でもこいつね、俺昔一番良かった頃ね、30秒くらいで倒した。マジで、コツ掴むと、あのガードのタイミングとか掴むと結構もうサンドバッグだから。ギラ姫、虫闇が本当に使えるとは思わなかったね。魔剣ギラ姫、ギラ姫、え、ギラ姫最後のことないんだ。虫取り網で人間よ、我を凌駕せし強き人間よ。お、見事だ。だが覚えておけ、これは終わりではない。我の憎悪は、魔族の呪いは、悠久の時の果てまで輪廻を描く。見えたよ、忘れるな、繰り返すのだ。言い直さなくてもいいよ。お前たちは女神の血と勇者の魂を持つ者どもは、永遠にこの呪縛から逃れられぬ。この憎悪と怨念が、その権化が貴様らと共に血塗られた闇の海を永遠にもがきさまよい続けるのだ。うわぁ、笑いが下手くそ。まあでもこれがゼルダの伝説シリーズってことだもんね。そう、その始まりってことだ。これの転生体が、とはあの時のオカリナにおけるガノンドルフだ、うん、ガノンドルフだね。ねえ、あー、さあ言うぞ。なにリリースリコレクション、アーマメント、いや、リリースリコレクション。終焉の者の消滅を確認、残留する思念をマスターソードへ吸収、封印完了しました。マスターソードにやるのね。だからファイあれなのか。インパよ、すげえよな。ご苦労だったな、忠則ヒューが。お、普通になった、今。うわぁ、やべ。あの、反応が悪いのに。あー、ゼルダありがとう、忠則ヒューが。うん。これでやっと全部。うん。本当に、全部。声がまだかすり。あいやー、でもよかったね。いや、最初から長かったな。なはい、お疲れ、お二人さん。勇者バド様の伝説に参加してくれてありがとうよ。いや、でも、あながち、あながちだよ。ま、冗談だけどな。いや、お前も一緒に勇者になれよ。お前もだよ。いや、そなたの功績も大きい。感謝しているよ。うん。いや、ほんとね。ああ、そう言ってもらえるのは嬉しいわな。まあ、とにかくよかったぜ。うん。なあ、おい、もう片付いたんだ。さっさと俺らの時代に戻ろうや。ばあさんも二人のこと心配してたしな。早く帰って、おめえらの無事な姿見せてやろうぜ。おう。お、はい。女神ハイリア様、いいえ、ゼルダ様、ご無事で何よりです。あ、地味に初めて話す。ね。マスター、お話があります。うん。
人へと生まれ変わった女神様を守護し、終焉の者を滅するワコード、勇者タドノイヒューガ、マスターを導くファイの使命はこれで終わりました。ですからマスター、ここでマスターとファイとの承認をお解きください。剣を台座に刺せば全てが終わり、ファイはこの剣の中で永遠の眠りにつきます。マスターは見事使命を果たされました。どうぞ台座に剣を納め、女神様からの命を完遂してください。噛んじゃったら大丈夫だ。いや、ではマスター、承認解除。いや、ここからオカリナまでだもんね、ずっと。うん、ただのりヒューガ、ただのりヒューガ、ファイの使命は女神様の言葉に従い、あなたを勇者として導くことでした。それは目覚めた 直後のファイにとって、女神様のしぼめとして遂行すべき務めに過ぎませんでした。けれど今、あなたと旅したすべての記憶はファイの中で、まあいいか、まあいいんじゃない、うん、最も重要な情報として記録されています。ただのりヒューガ、ファイには人間の心は返せません。けれど、あなたと旅路を共にしたこの剣の中で、マスターソードの中で眠れることに説明のできない思いを覚えています。おそらくこれが人の言う感情、喜びというものなのでしょう。承認解除が済まされた今、ファイの意識はすでに眠りにつきつつあります。最後にこの旅の中でファイが記録した言葉を一つあなたに送りましょう。多くの人々があなたに告げたこの言葉をファイからももう一度。ありがとうマイマスタータタノリヒューガ、いつかまたあなたの魂と共に。やば、一気にブワッときたね。やばいね。そのどうしてインパ？いや、このこの流れで。ゼルダ様、ハイリア様の記憶をお持ちのあなたにはお分かりのはずです。何？私は元よりこの時代の人間なのです。うん。それはそうだけど。そうだけど、うん、喋ってるけど、お戻りください、あなた方の時代へ。私はゼルダ様たちが去られた後、この扉を処理します。でもずっと一緒に旅してきたあなたをここに一人で置いていくなんて、うん、なおさらなかった。お願いインパ、私たちと一緒に。私はハイリア様の命を受けてあなたを守り、世界を救うために時の扉をくぐりました。そして終焉の者の思念が剣の中で朽ちゆく今、誰かがあの剣を見守ってゆかねばなりません。終焉の者が目を覚ますことがあってはならない。世界が再び脅威にさらされてはならないのです。そしてそれは我ら一族に課せられたもの。一族、
女神様に選ばれた誇りを胸に抱く我らシーカー族の果たすべき役目なのです。他にシーカー族いたのかな世界に。ね、でもかかりこ村が、ああ、後にね、あ、でも実はあったのかもね。ね、ゼルダ様、トライフォースお願いします。あの万能の力は危険すぎるそうで、トライフォースに頼ることがむやみに許されてはならない。あれはことが済めば人知れず世界のどこかで静かに眠り続けるべきもの。かつてハイリア様が私に言われたお言葉です。覚えておられますね。またいつか会えますよ。必ずね。やばいな。ブレスオブザワイルドやりたくなっちゃう。つけてんだよな。ほら、また会えたでしょ。守ってくれて、数千年だからね。え、うわあ、そっか、消えちゃうか。開かれるんだ。もう使わないから。うん。時の神殿になるんじゃないかな。うん。長かったけど、やばい。ストーリーがいいよね。ストーリーいいね。いやー、いろんなことあったな。いや、逆にまたさ、うん、こんだけ時間な長く続けたからこそさ、うん、ちょっとあるよね。ね。あ、でここで、ゼルダが落ちてからの。あ、落ちてからか。ああ。
操作できるんだこれ。あ、最初に前から老人の方のインパに出会ったんだ、うん、あ、そっか、そうだよね、まあ、過去に行ってないもんね、この時点でね。そう、あれ無事に行けたんだね、ここに。うん、ここまでだね、一人で。すげえな。で、合流したのがあの火山のさ、よくここまで一人でね、すごいよね。あ、これそうか、捕まったんだ。あ、そっかそっか、今までのエリアか。このとこに入ってないね。え、いや広大だよな。いや、こっからブレワイまで繋がってると思うとなんかやばいね。で、ちょっとさ、ファイが応答してんだよな、ブレワイの時にね。ね、今までの作品でなかったけどさ、あったってことはなんかしらねえ、冗談は何かあるんだろうね。声がするんだよ。いや、ほら、全部のリンクって生まれ変わりじゃん。ああ、そうだね。子孫だったからさ。うん。どんな時代で考えるの？ああ、若いですよ。あるよね。これな。ここやばかったな。うん。持ち歩くね、日本神話館だ。ああ、そうだね。でもやっぱゼルダって神秘的なんだよな、全部、ね、ブレワイ2もやろうぜね、やりたいね。ブレワイじゃなくてブレワイはやらない。いや、ブレワイだって俺もう 3,4 週ぐらいさ見ちゃったもん。 実況ね、実況ねあの人の実況ねまあ俺たちがね、尊敬してるね人ね。もうわかるけどね、こんなグッズとか服とか着て兄ちゃんモロだもんモロ毎回着ても、実写の時。いや、もう目線の先にあるの。俺も今着てるし。あ、そっか、それマップごとか。これ、そうそうそう、うん、この機械族なんだったんだろう。ほんとね。あ、そういえば船長たち、まあ多分雷竜のさ、うん、雷竜がいる土地だから、なんか雷竜のエネルギーで、ああ、ね、なんか雷竜が死んじゃったから、うん、一緒に滅んじゃったみたいなね。そうか、役目を終えた感じなのかな。そうそうそう。いやー、すごかったなー、この作品は。なんかさ、昔見てた時ってさ、俺自分自身ではね、全クリまで行ってないんだよね、確か。ああ、兄ちゃんのずっと後ろで見てたんだけどさ、なんかで兄ちゃんの隣で見てて最後の場面になって、もうその時もやっぱ感動したんだけど、自分でプレイしてさ、ここまで来れるとやっぱり感動がやっぱ大きいんだよね。やっぱ自分でやってなんぼなんだよ。だからブレワイも本当は自分でやらないといけないんだよ。ファイのありがとうの重みが違う。重みが違う、本当に。今まで一緒にやってきた
中でのさ、ありがとうだから、あれ、なんだっけ、え、本当、あ、そっか、時の神殿、あ、てか、こっちが時の神殿じゃん。あ、そうでも、こっちが時の神殿なのかな。この近くにだって、あの、入られるじゃない、移転で、あれも、壊れたと思って、うん、そうだね。トライフォースやべえよなこれ。でもこれもう3つ完全に揃うことはもうないんだろうね。あ、まあ時々ある。でも結構ねシリーズを通して、うん、その3つ全部使えるようになったリンクっていうのは、うん、完全にトライフォースに認められたリンクっていうのは、あ、これだけ数えるくらいしかない。あとトワイライトじゃない、これと多分トワイライトのやつ、うん、だけじゃない、うん、オカリナも違うもんね、あれ一つだけだもん、うん、そうそうそう。おお、ゲポラ、ゲポラかな、あ、ゲポラか。あ、てか降りてきたんだよね。もう結界を張る意味がないからね。うん、あ、幽霊がいる幽霊いる、いや、いないが、いないが、一緒に降りてきてないでしょ絶対あなたを離さない。いや、バドはもうすごいよ。あ、そうで、ね、弾けるようになったんだもんね。うん、あ、一番成長したやつだな。私ずっとここに来たかった。あ、治った。大地をこの目で見てみたかった。うん、この風を肌で感じてみたかった。ほい。ほい。今は私ここで生きていきたい。大地を踏みしめて雲を見上げてトライフォースを守りながら。初代ゼルダ。雲を下げて見下げてたのな。ただのりヒューガ。お。あなたはこれからどうする？俺はゼルダと結婚して。ゼルダ2世を産む。いっぱい感じるだっか感動感動が。まあでも初代王と女王だもんね、うん、初代ハイラル王でしょ。そうで、多分ここで鳥が飛んでったのはもう空には帰らないってことなんだと思う。ああ、あれ、もうじゃあ鳥もいなくなるのかな。どうなってるんだろう、ね、あの鳥が、いや、わかんないんだよね。後々さ、リト族になっちゃう。いや、リト族はゾーラだよ。あ、そっか。なんでって感じだけど。あ、じゃあ荒廃したんじゃないの。いや、違うよ。あ、違うの。いや、そう、もう海が広すぎて空 で生きられるように。てか、フィンの時に話す話でもないけどね、うん、終わりましたよ。終わりましたよ。こんなとこにいたよ。いたよ。見つけました。うん、そうだね。いやー、はい、ということでね、なんかこんだけ最後まで遊びきったのもなんか、うん、まあ、あの勝ち抜き戦とかあるけど、ね、あの辺省略しちゃったけどね。まあ、そうだね。まあでもこんだけ遊びきったゲーム実況シリーズも初めてじゃない。ね、他ないもんね、そんなに ね。こんなふざけたさ設定でやったやつもないね。ね、まあ、はい、ということで今回でね、ゼルダの伝説スカイボードソード HD ジョイコンブッタ実況は終了です。終了になりました。あれ、あれ、あ、これ、あの神話が始まっちゃう。 あ、いいんじゃない別にやってても。あ、はいはい、あ、やばい、見えちゃう見えちゃう暗転してるか今。暗転、暗転、暗転ドン。あ、でもよかった、オートセーブあったよ。お、手前の、いや、さっきのがないからさ。ああ、そうか、直前セーブしてなかった。ハートがいいめっちゃ気づいた。うん、いや、でも面白かったね。やばかったね。いや、結構、いや、でもやっぱ最後の最後まで2人でこれやるのはまあまあ難しかったね。うん、慣れたけどね、割と。
ねえ。ってことでね、あ、で最初の方に話してたね、そういえばこれが終わる頃には仲が良くなってるのか悪くなってるのかみたいな、普通に、うん、普通だね、普通に今まで通り今まで通りで、はい、で今まで通り仲良くねやっていこうか、そうだね、うん、はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回、うん、あとよければこの動画がいいなと思った方は、あの100人ぐらい登録者の呼んできてくださいここまで見終わった人がいたらね、他力本願、はい、ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次のシリーズでお会いしましょう。